ルカ君。千歳さん、なぜこんなところに。やだわ、ここ私の地元なの。行ってなかったかしら。初耳だよ。でも会えて嬉しいよ、本当に。私も嬉しいわ、あなたに会えるなんて。どこか座りましょうか。一人？そんなわけないわよね。やっぱりあの女と来たの？少なくとも今は一人だよ。安心だわ。こうして二人でいられるのも久しぶり。あれ、二人っきりって収容所でそんなことあったっけ？覚えてない？まだ思い出せてないの？私はあなたと過ごした時間、大切にしていたわ。ね、アスラ様。君は、ひょっとして。創生力、でございますか？そうだ。天上統一だけでは果たせぬ。必ず手に入れねばならぬであろうな。ああ、アスラ様の悲願。何としてでも叶えねばなりませぬ。この昨夜、アスラ様がため、粉骨再審する所存。我が爪の一辺まで、波動のためにお使いくださいませ。ありがたい言葉だがな。俺は献身や自己犠牲など部下に望まん。お前のみずみずしい死体、到底無下に扱えぬよ。アスラ様は変わってしまわれた。それもあの女、イナンナが来てから。いや、何も言うまい。言ってはアスラ様を困らせる。この嫉妬の感情、深く沈めねば。深く、海よりも、奈落よりも、地上よりも、深く。昨夜。私のことを思い出した？アスラ様。ああ、君だったのか。驚いたよ。前世の縁は大切にしたいの。だから、アスラ様とのこのつながり、本当に心から嬉しいわ。あ、ありがとう。だから、あなたが適応法で捕まったりするのが心配なのよ。お願い、アルカに来てもらえない？あそこなら安全だから。でも、僕は。なぜ嫌がるの？マティウス様は素晴らしい人だし、信者の皆さんもいい人ばかりよ。だって、イリアの村を襲撃したって聞いてるよ。そんなの、教団運営のために必要なことだったに違いないわ。アスラ様だって、戦争で大勢の命を奪ってきたはずでしょ？それは、そうだけど。マティウス様は、この世界を救おうとされているのよ。アスラ様も天変地異のせいで世界が滅びに向かっているのをご存知でしょ？
この足原は沈みかけています。これらは天上界が滅んだ影響なのよ。そして各地では土地が荒れ、災害が頻発、相次ぐ戦争によって食料不足も起こる始末。無形を脱するために創生力を？もちろんです。理想郷とは全ての人が救われる世界なのですわ。でもイリアの村は襲われているんだ。僕はアルカを信じられない。その話はあの女に聞いただけでしょ。あの女は自分の感情をあなたに押し付けているだけ。それにその話だって本当の話かどうか。もういい。君はマティウスを尊敬しているんだろ。でも僕は違う。だって僕だって襲撃を受けているんだから。それは誤解だわ。誤解なんです。マティウスって一体何者なんだ？それはあなたがよく知る人、センサスの全てを滑る王、魔王。魔王？知らない。思い出せていないだけかな。どうしても私とアルカに来ていただけないのですか？うん、ごめんね。わかりました。今回は諦めますわ。でも一つ忠告を。あの女を信用されるべきではありません。なぜ？君はどうしてそこまで彼女を嫌うの？思い出せてもらえないのかしら。それとも いいわ。いずれあなたも理解してくれるはず。ルカ、こんなところにいたの？イリア。なんてあの女がいるの？何？何話したの？私の悪口？悪口なんでしょう？違うってば。あー、もう落ち着いてよ。ね、どういうこと？彼女の故郷なんだよ、この町はさ。たまたま西の戦場から戻ってきてたみたいでさ。まあそんな感じだよ。あ、しょ。それで情報集めの方は？はいはい、あんたがデートしている間に頑張ってたのよ。もうごめん。じゃあ港に行こう。
Thank you.